立てて、いいですか、はい、立ててもらって、ちょっと動かすだけでいいんですよ。で、粉々払ってもらおうと、こういうやつですし、で、あともうこの辺ですね、ちょっと強めに今やっちゃいますけど、はい、落としていくとかなり剥げたところで、今度ここから上を落としていくんですね。今日来る時も新幹線の窓の枠見てきて、ね、新幹線もこんな感じでね、うん、結構ね、汚いんですよね。ね、もっとこう模型汚くしようよみたいな。うん、だからまあ綺麗にね作るのは綺麗に作るのはそれは別にいいと思うんですけどね。だからそれだけだと多分つまんなくなっちゃうんで。